こんにちは、ステラ洋裁店です。今回の着物リメイクでは手順通りの縫い方ではなく早く仕上がる縫い方の提案をしています。デザインは以前作ったロールカラーのチュニックワンピースをアレンジしてスタンドカラーにしました。では裁断から見ていきましょう。前身頃は前中心で剥ぎ合わせずに中心を輪で裁断して生地幅をいっぱいに使います。両側に切り替えを足して3枚剥ぎにしました。手軽に前中心で剥ぎ合わせるよりも手間がかかりますが仕上がりは格段上となります。剥ぎ合わせるときは今回のような柄ではきちんと柄合わせをしてください。切り替え部分にシームポケットを作っていますが付け方は部分縫いシリーズでご覧ください。概要欄にリンクを貼っておきます。ポケットなしでも大丈夫です。後ろ身頃は中心にコンシールファスナーをつけますので生地幅に合わせて2枚で裁断します。袖は1枚では取れませんでしたので袖山で剥ぎ合わせています。襟は表襟に接着芯を貼り裏襟は周りを1ミリカットして表よりも小さくしておきます。コンシールファスナーはここでは50センチのを使いました。それでは縫っていきましょう。最初にお伝えした早く仕上がる縫い方とは工程を追いながらパーツごとに作っていくのではなくて動作を極力少なくする縫い方です。ミシンやアイロン、ロックミシンの間を行ったり来たり立ったり座ったりの動作は思う以上に時間がかかっています。これを少なくすることでかなりの時短につながります。実際にやってみましょう。まずミシンをかけます。最初の時点で縫える場所は前後の襟の縫い合わせで表裏それぞれを縫います。そのまま続けて袖山、それから前身頃の切り替えの位置を縫います。続ける時も離して縫えば2回ハサミを入れないといけなくなるのでできるだけ間が離れないようにして糸切りが1回で済むようにします。デザインによっては他にも縫える場所があるかもしれません。とにかくミシンをかけれる場所はこの時点で全部縫っておきます。次に襟の縫い合わせ部分の縫い代を7ミリにカットしてアイロンで割ります。袖山の縫い合わせも割って袖口を三つ折りにしてポリアットをつけておきます。前身頃の切り替えの縫い代もアイロンで割ってから前中心で折り型紙に合わせて残りの袖口と脇を裁断します。
前後の身ごろの肩にロックミシンをかけます。この時も1回のカットで済むように間を空けないように続けてかけていきます。ミシンに移動して前身頃のダーツを縫います。次に肩を縫い合わせて続けて袖下を縫います。このようにできるだけ移動回数を減らして縫うことが時短につながります。肩とダーツにアイロンをかけたら襟ぐりに表襟を縫い付けます。ここでアイロンをかける時のポイントを一つお伝えします。まずミシン目にアイロンを当ててから割ったり倒したりをします。こうすることで縫い目がより綺麗になりますので試してみてください。表襟をつけるときに身ごろの肩の縫い目と襟の剥ぎ目が合うように気をつけて固定します。襟ぐりと後ろ身ごろの空き止まりまでを縫ったら、襟の縫い代は襟の方に倒し、後ろ身ごろの縫い代は割っておきます。コンシールファスナーのスライダーを下げて虫を起こすようにアイロンをかけます。出来上がりのちょうどの位置にファスナーの付け止まりが来るようにつけたいので、ファスナーの上の谷の部分をカットします。身ごろの空き止まりの位置を測ってファスナーにも印をつけます。今回は長いファスナーを使っていますので、途中にも合い印を入れておきます。ミシンの押さえをコンシール押さえに変えたら縫ってみましょう。しつけをしますかと聞かれることがありますが、しつけやピンで固定をすると逆にずれてしまうことがありますので、合い印をしっかりと指で掴んで縫う方が綺麗に縫えるように思います。
縫い終わったら縫い止まりの位置がずれていないことを表から確認して留め金具をかしめます。ここで一手間ですが、ファスナーが長いのでファスナーと縫い代を仮止めしておきましょう。ファスナーがついたら裏襟を合わせて周りを縫います。図のように縫い代は縫い残します。縫い代を5ミリにカットし、裏襟を控えるようにアイロンをかけたら、2枚が動かないように真ん中あたりにしつけをかけてください。表襟の縫い目にかぶせて縫い代を折り、しつけで固定します。今回は時短の縫い方をご紹介していますが、手をかけた方がいい部分はやり直さなくていいようにしっかりと手をかけます。しつけをしたら襟の周りにステッチをかけます。次に袖口の三つ折りに端ミシンをかけて脇を縫い合わせます。脇の縫い代にロックミシンをかけて後ろ身ごろ側に倒し、裾を三つ折りにして端ミシンをかけます。最後に袖を縫い合わせて袖ぐりにロックミシンをかけて
糸の端はロックミシンの縫い目に通してカットします。縫い代を袖側に倒してアイロンをかけたら完成です。今回は手順通りの縫い方ではなくて、動作を少なくして早く仕立てる方法をご覧いただきました。これは全体の手順を把握していないと難しいかもしれませんが、分かる範囲で取り入れてみるだけでも早く出来上がると思います。参考にしていただけたら嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。